Thank you.
あ、うまっ。何これ、沼津、沼津ビール、うまっ。飲みやす、なんとも。まあこれはあかんやろ、めっちゃうまっ。おいしい。あ、じゃーん、わしいたけバターチーズ焼き。ちょっと思ってたのと違うんだな、まあ、ビールに合えばいいかな。いただきます。チーズがもっととろっとする予定やってんけど、焼きすぎちゃった。ちゃうねん、これ出したかってん。山盛り具材大変。よいしょ、入らない。もういった。うん、なんか美味しそう。いいんじゃない。どんなもんですかね。いい感じじゃない。あ、すいません、熱盛りでお願いします。うん、うん、うまい、うん、辛い。
や、乾杯。天才かよ。USB タイプ3つ、タイプ C の部分1つ、AC 電源2つあります。で、私がまた嬉しいなと思ったのが、AC 電源、充電が可能です。ここにあります。よいしょ、ちょっとこの方ね、一回かまさないと。充電しないのですが、100% AC ボタンオンにしました。緑に光ってます。では行きます。試してみようと思います。早速お水を沸かしていきます。お腹減ったかお味噌汁作ろうか。よし。電源入れます。で、何よりこの子すごく1000ワットあるくせにめちゃくちゃお値段がお安いです。こちら EBL ソーラーパネル200ワットになってます。この子私すごい感動したポイントが、もうね、かゆいとこに手が届く。まず持ち手がもう本体についてます。でこれ自体が本体で、開いたらパネルが出てくるんですが、コードがねこの中に収納される設計になってます。で、中に説明書と必要な
コードが収納されてます。ここ、これでね、立ててパネルを固定するんやと思うんですよ。だから本当にこの一つだけで余計なものいらず、パネルが立てることができちゃいます。出るのですが、これがよいしょ、合計 1,2,3,4 4つ、これがついてるんで、これを全部立てて斜めにすることが可能となってます。こんな感じで4枚全部なりました。太陽はほぼほぼ真上。いやー、すんごいパワー充電しそう。つけて速攻充電してます。で、ちょっとね、傾き具合を、太陽今真上なんで、もうソーラーパネルちゃん寝かせてあげるとおそらく200ワット近くまで行くのではないかと思います。で、耐久性防水機能が優れてるので、強化ガラスと防水樹脂で密閉されてます。なのでね、アウトドアで使ってる際に万が一雨が降ったとしても、まあちょっとぐらい安心かと思います。防災でお使いいただける2商品となってます。 EBL さんの商品でした。概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。かっこいいじゃん。